石川の地酒と美食の祭典酒マルシェが来月金沢市で開催されるのを前に、昨日プレイベントが開かれました。酒マルシェは石川の美味しい地酒と食の魅力を県内外に発信するイベントで、今年で9回目を迎えます。昨日は金沢市片町でプレイベントが開かれ、参加者がそれぞれの酒蔵自慢の酒を料理とともに堪能しました。まあ、もちろん石川県の美味しい地酒とお食事を楽しんでいただきたいと思うんですけども、まあ、それに加えて今年は能登の酒蔵さんのに思いを寄せていただけると僕らも とても嬉しいなと思っています。酒マルシェは来月5日に金沢市の椎の木迎賓館で開かれ、売り上げの一部は能登の酒蔵復興に充てられます。